皆さん、開運してますか？鑑定士の堀田亜希です。さあ、いよいよですね、2021年、ツチノトのイノシシの月ということで、11月、五黄土星中宮の月がやってまいりました。今日はそちらの危険日大吉日、今月のことをお話しさせていただきたいと思います。さあ、秋の土用がですね、ようやく終わって、4つの季節、春、夏、秋、冬と来て、この最後の季節の冬がもうやってきますよということなんですね。11月の7日日曜日、立冬ですね。その立冬の11月7日の午後1時57分から12月の6日の月曜日までという期間になります。秋の土曜、皆さん大丈夫でしたか？ね、とっても疲労困憊する11月の土曜なので、本当に皆さんまだまだお辛い方もねいらっしゃるかもしれないですけれども、この11月1年の中でもですね、特にこういうことをするといいということがあるので、ぜひ皆さんチェックしてください。このイノシシの月だからこそできること、私は毎年ルーティンで必ずやってることがございます。それはじゃじゃん、今年1年の赤や問題をすべて解決して終わらせる断捨離、そして大掃除ということになります。今年1年の赤をすべて落としてっていうのは、実はこのネズミから始まってイノシシ最後の月に向かって、その悪いものを全部一旦ここで終わりにして、新しいネズミの月を迎えましょうということなんですね。例えばこの2021年を振り返ってみて、生産しなければならないことって皆さんなんかありますか？滞ってて全然連絡をしていない、連絡されてないなんていうこととか、あとは言いたかったことがあるんだけど言えてないこと、心に溜め込んじゃってる人っていらっしゃいませんかね。本当は言いたかったのにみたいな、そういう方たちもぜひとも言っちゃいましょう。そして返すもの、返してもらいたいものをちゃんと解決する、貸し借りは絶対にネズミの月に持ち越しちゃいけません。この11月中に借りたものも全部返さなければならないし、返してもらいたいものがある方もちゃんと返してねっていうことが重要ですね。それからこの1年間開けてないもの、使ってないもの、思い切って捨てましょう。私もです結構着てない洋服がねあるんですよ。私お洋服好きなんでたくさん持ってるんですけど、引き出しの中に入ってるだけでなんかもう満足しちゃってたらダメなんですよね。なのでもう捨てます。毛玉のついたパジャマ捨てますそれからですね、冷蔵庫の中チェックしてほしいです。冷蔵庫の中というのは貯財運といって、財運が溜まっていく場所と言われてます。冷蔵庫がぐちゃぐちゃな方っていうのは、実は財運テクニックがものすごく運気低下中と言われております。なのでぜひこの機会にですね、皆さん冷蔵庫ね一旦整理していただきたいんですが、その冷蔵庫をちゃんとチェックするときのポイントがあって、買い置きのものの整理整頓、賞味期限切れのものをできるだけ全部捨てる、食べれるものであればもう食べて整理して一旦すっきりしましょう。私が毎年やってることといえば、野菜入れがなんか玉ねぎとかの葉っぱとか結構落ちてるじゃないですか。一旦全部出して全部洗っちゃいます。で最後は脱臭の炭、重要ですからね。そして最後、恋人や夫婦関係のことで問題が生じてる方とか、いろんなね別れる別れないもそうですし、納得いっていないモヤモヤとか、聞きたいのに聞けないみたいなこととかも全部しっかり話し合ってください。その時間に使うのにこのイノシシの月ってめちゃくちゃ優れております。それでこの大掃除の時期、この11月にやるといいんです。年末の大掃除についてはまた別の動画でもお話しますけれども、毎年ね年末の大掃除っていうのは12月のイメージが強いかと思うんですけれども、12月だと実は遅いんです。私はですね、12月の1日から節入りの前までに必ずやるというスケジュールで決めてるんです。それが例えば今年は12月6日の月曜日までなんで、1日の日から6日までは大掃除月間
というふうにして決めてます。ぜひとも今年からね、開運風水お掃除やってみようという方は12月の1日から12月6日までの日に今年の赤を全部落とすという意味でしっかりと大掃除してみるといいんじゃないかなと思います。さあ、それではですね、この土の戸のイノシシの月の危険日と大吉日のお話をさせていただきます。まずは危険日の方からお話しさせていただきます。4日間プラス4日間、計8日間の危険日があります。まずはこちら。はい。11月17日水曜日、仏滅の破れの日。11月18日木曜日、大安危ぶの日。11月29日月曜日、仏滅の破れのお日にち。11月30日火曜日、大安の危ぶの日という4日間になります。皆様ですね、私のこの厳日と大吉日というのはですね、12直をもとにですね、暦上において最も古い学問から取り入れた危険日といって、破れのお日にちと危ないと書いた危ぶのお日にちは、契約ごとですとか大切なね、申し込みとかには絶対に使わないでいただきたいお日にちです。そろそろ受験シーズンになってきます。申し込みの日にちあまりよろしくない日を書いたりしてはなんだか不吉な感じがしますよね。なのでぜひとも気をつけてください。ということで今お話しさせていただいた計4日間なんですけれども、この4日間まず危険日として注意しなければならない十二直の破れ危ぶの日でございます。それにプラス4日間不成就日というものが実はございます。何事も成立しないで成就しませんよというお日にちになりますので、先ほどね私が言った問題を解決したりとか、例えば自分が不利なものとかを話し合ったりするとですね、自分が負けてしまいがちになってしまうので、不成就日を使って今のお話し合いとかするっていうのはちょっと避けた方がいいんじゃないかなと思う不成就日4日間をお話します。じゃん。11月の8日月曜日、11月16日の火曜日、11月24日の水曜日、12月2日の木曜日という4日間になります。この4日間はですね、何か契約しなきゃいけないお仕事の方たちも不成就日を使うことによって何かおかしな方向に転じてしまったりするので、ぜひともお気をつけください。それではですね、特別な6日間の大吉日の方をお話ししていきたいと思います。11月15日の月曜日と11月27日の土曜日です。実はこの2日間12直がですね、六曜は友引き、12直はサダン、定めると書いてサダンのお日にちとなります。物事を定めるのにとっても適したお日にちということで、先ほど言いましたよね、いろんなものを解決して赤を落としていくね、定めていくということになりますので、このお2日間のお日にち非常に良きお日にちなので、ぜひ使ってみてください。さあ続いていきますよ。11月7日の日曜日、これ節明けの日なので午後の1時57分以降ということにはなっちゃうんですが、はい。そして11月19日の金曜日、実はこの日満月でもあります。さあそして12月の1日の水曜日、実はこの3日間12直なるのお日にちになります。大願成就日という特別なお日にちもプラスになって、めちゃくちゃ運気が上がると言われてるお日にちになります。なるのお日にちって、例えばなるという漢字が使われているもの、成功、成立、達成、大成、制約、あとは結成、それから育成、成婚、生産、そして成熟成熟そう、つまりなるという漢字っていろんなところで使われていて、成り立っていく、物事が成り立つという意味がすごく強いんですね。それにプラス大願成就ということは、今まさに皆様が目指している目標や未来の思いが叶う日とも言われております。ぜひとも先ほど言ったように解決していったりとか生産したりするのにすごくいい月になりますので、こういったお日にちを使って生産されるというのはいかがでしょうか。さあ1年に一度と言っても過言ではない
超ウルトラスーパー大開運日がこの11月にあるんです。今月は五黄土星中宮なので、暗検察というね、悪い強作用がない月なんですよ。ものすごくクリアになってて綺麗で、このスーパーウルトラ日は365日の中でたった1日しかない。それは11月の12日金曜日です。10巻12支のスタートの日ですね。そして大黒天様の日とも言われているこの木の絵の根の日、一粒万倍日、そして1年に数回しかないと言われている天赦日でございます。これが全部重なるだけではなく、なんとこの日、九星気学上一番金星の強い六白金星日、六曜では大安、覗くの日、悪いもの一切合切なくなる日ですね。そして鬼宿といってものすごく強くいいお日にち、そして天音という日、下段でもいいお日にち、なんと7つの戦術上において全てが最高の日で揃ってる大開運日なんです。それだけね、ウルトラスーパー大開運日11月12日なんですけど、やっぱり天赦日なんで、宝くじを買うとか金運にまつわることをするっていう日じゃ実はない天赦日です。天赦日というのはこの世のものから悪いものが一切合切消えて天の恩恵を受ける日。人間はみんな誰しもね、罪、いわゆる悪いことをしたりとかすることっていうのは絶対になくはないんです。なのでそういったものも神様が全てね、許していただけるというお日にちですので、この天赦日の最強の日にちを使ってぜひ皆さんね、氏神様に手を合わせに行ってください。そして今までのこと、反省することとか、これからの目標などをぜひともしっかり言っていただいて、家族のこととか大切な人のこともぜひとも願ってあげてください。氏神様と言いましたけれども、アマテラス様ですね。もちろん伊勢神宮素晴らしいと思いますけれども、みんながみんなね、伊勢神宮に行けるわけではないですから、皆様の近くにあるアマテラス様が祀られているところに手を合わせていただいてお願いするというのも、この天の恩恵がすごく強い日に素晴らしいんじゃないかなと思っております。以上、特別なね6日間と言いましたけれども、本当にこの超ウルトラスーパー大開運日は今年1年に1回しかないほどの7つの戦術の重なり合いがある特別な日になります。ぜひとも手帳の方にしっかりとメモしていただきたいです。ということで、皆様またお役に立てる情報の方をたくさんお話しさせていただきたいと思います。そして年末に向けて大掃除のこともしっかりとお話ししていきますので、ぜひとも楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。